かつて人間は同じ人間をあたかも物のように売り買いしていたことがあります。そう、奴隷貿易です。奴隷貿易という言葉を聞いて、アフリカ大陸からアメリカ大陸に運ばれた黒人奴隷をイメージする人は多いでしょう。特にアメリカの黒人奴隷の話は小学校の授業でも取り扱われるので、奴隷イコールアメリカの黒人奴隷というイメージを持つ人もいるかと思います。しかし、奴隷という人類の闇は決してアメリカの専売特許ではありません。むしろ歴史を通してみると、全世界的にどこかの時代で何かしらの形で奴隷が存在していたと言ってよく、我が国日本も例外ではありません。今回は人類の負の歴史である奴隷と奴隷貿易の歴史を日本を含め見ていきたいと思います。奴隷とは、人間でありながら人間としての名誉、権利、自由を認められず、他人の所有物として取り扱われる人のことです。この奴隷は文字による記録が始まる遥か前から存在していたと考えられます。今から約1万年前のこと、人間が狩猟採集生活から定住生活に移行し、農耕、牧畜を始めると食料生産が増えて人口が増加。その中で一部の人々が富を蓄えるようになり、社会格差が生まれます。富を蓄えた王家や貴族は肉体労働などに従事する奴隷を抱えるようになり、その記録はメソポタミアやエジプトなど古代文明において残されるようになります。どうして彼らが奴隷になったかという話ですが、戦争で捕虜にされて奴隷になったケースと、負債を返すために奴隷になったケースが大半でした。ここからは各時代、地域における奴隷制の実態を見ていきましょう。古代ギリシアにも奴隷が存在していました。古代ギリシアにおける奴隷の大半は、奴隷貿易で取引された戦争捕虜で、彼らは戦利品とともに売られ、奴隷にさせられます。ギリシアの各都市国家において奴隷は、物言う道具とされ、彼らは人間扱いされずに酷使されました。奴隷は主に農業労働で使われましたが、それ以外にも、石切り場や鉱山、家の使用人、召使いとしても使われており、アテネでは紀元前5世紀及び6世紀において、8万人を超える奴隷がいたとされています。さらにアテネのライバルだったスパルタにおいては、奴隷の数が市民の数を上回っており、古代ギリシアはまさに、奴隷が社会の生産力を支える、奴隷制社会だったのです。古代ローマもギリシア同様、奴隷制社会で、奴隷を生産活動に従事させていました。ローマも戦争の捕虜を奴隷としましたが、ローマにおける奴隷の仕事は、農業といった肉体労働だけでなく、様々でした。例えば教師や会計士、医師などの高度な知的労働は多くの場合奴隷が従事し、さらに奴隷の中には、武術に優れたものを剣闘士とする場合もあったのです。さらには、剣闘士や娼婦などは特定の主人に仕えず、奴隷でありながら自由契約の身でした。そんな彼らは、個人の努力次第で貴族並みの収入と名声を得ることすらあったのです。また、古代ローマにおいては、奴隷がローマ市民権を得て自由になる道もありました。これは古代ギリシアにも共通する点です。この点は近代以降の黒人奴隷とは明らかに違う点と言っていいでしょう。奴隷制が存在していたのはヨーロッパだけではありません。中国の古代王朝でも王権を支える奴隷制が存在していました。特に考古学的に実在が確認されている中国大陸最古の王朝である殷王朝では、戦争奴隷を労働力、軍事力の基盤や、僧侶や祭祀における犠牲として盛んに利用されており、奴隷制によって社会が成り立っていたとされています。殷の王墓とされる殷墟からは、多数の人骨が発見されていますが、それも奴隷のものとする見方もあります。
殷が滅亡した後の周王朝、春秋戦国時代、さらには史上初めて中国全土の統一を果たした秦、その後継国家である漢の時代にも奴隷は存在していました。特に後漢から南北朝時代に成長した豪族は多くの奴隷を所有し、大土地経営を行っていました。その後、唐の時代では身分制として領民と先民が区別され、先民の中の最下層に奴隷のような立場である奴婢が置かれます。彼らは領民とは法で明確に区別されていました。例えば、奴婢が領民を殺害した場合、その奴婢は死罪になります。一方で領民が自分の奴婢を殺害した場合、奴婢に罪があれば、その領民は罪に問われませんでした。中国における奴隷制は、その後も何かしらの形で続き、正式には最後の中華王朝である秦の時代に廃止されました。ここからは中世の奴隷制についても見ていきましょう。中世における世界の奴隷売買の中心地はイスラーム世界でした。イスラーム教徒はトルコ人、ゲルマン人、スラブ人などを奴隷としており、黒人は少数でした。ちなみに英語で奴隷を意味する言葉はスレイブですが、これはスラブ人に由来するとされます。イスラーム社会における奴隷の扱いは他の地域と比べて穏やかでした。これは、誰であれ、自らの奴隷を殺した者は殺し、奴隷をフグにした者はフグにする、というムハンマドの教えの影響もあったのかもしれません。さらに奴隷の中には生産活動に従事せず、主に兵士として徴用された奴隷もいました。この奴隷兵士はマムルークと呼ばれ、彼らの中には王朝を打ち立てた者もいました。13世紀から16世紀にかけて、エジプトに存在したマムルーク朝や、13世紀に北インドを支配した奴隷王朝などは、その代表格でしょう。ここからは、日本における奴隷を見ていきましょう。一説によると、日本において奴隷はすでに縄文時代に存在したとされていますが、資料に初めて登場するのは弥生時代のこと。当時の中国王朝である後漢の歴史書、後漢書の中の唐遺伝にはこのような記録があります。倭国王、水晶が聖公160人を安定へ献上した。実はこの記述に登場する水晶という人物は、記録上初めてその具体的な名前が登場する日本史の人物です。さらに邪馬台国の女王、卑弥呼も、中国の皇帝に何度か奴隷を送ったという記述が、魏志倭人伝に残されています。これ以降も日本において奴隷は存在し続けますが、戦国時代になると、奴隷貿易まで行われるようになります。この貿易が始まった大きな背景として、南蛮貿易がありました。1543年の鉄砲伝来、そして1549年のフランシスコ・ザビエルによるキリスト教伝来。この二つの出来事は、それまで接点を持たなかったヨーロッパ人たちとの交流を日本にもたらし、スペインやポルトガルなどの南蛮と呼ばれた国々との貿易が行われるようになりました。この南蛮貿易の中で、日本人が特に欲しがったのは、鉄砲と火薬でした。当時戦いに明け暮れていた戦国大名たちにとって、鉄砲というこれまで日本になかった飛び道具は、戦い方を一新する革命的なものだったからです。しかし、これらのものを手に入れるには、一つ問題がありました。それは、あまりにも高価だったこと。その高価さは、日本産の銀や刀剣で賄うことができなかったほどとされています。そこで戦国大名たちが目をつけたのが、奴隷でした。彼らがなぜ奴隷に目をつけたかという話ですが、これは当時の日本における戦いの実態が関わっていました。当時、戦いに駆り出された下級武士や農民たちは、敵地の食料や人をさらっており、これは、
乱暴取りと呼ばれています。彼らがこのような乱暴な行為を行っていた理由は、彼らにとって略奪の成果はそのまま戦に出た時の報酬となったからです。この時、人をさらった武士や農民たちは彼らを自身の奴隷にはせず、人身売買や身の代金を得るという形で稼いでいました。当時も今もよろしくない行動であることには変わりありませんが、彼らを指揮する戦国大名の多くはこの乱暴取りを黙認していました。こうして戦国時代の日本では、人をさらって金儲けをする土壌が育っていき、さらった人を同じ日本人ではなく、ポルトガル人やスペイン人に売るようになっていったのです。それでは、奴隷となった日本人たちはどこに行ったのでしょうか。答えを一言で言えば、世界中です。貿易相手だったポルトガルやスペイン本国はもちろんのこと、中国大陸のマカオやマレー半島のマラッカ、果ては中南米に送られた日本人もいました。当時は航空機もない時代、日本から海外への移動手段は当然船のみです。さらに当時の船旅は数ヶ月から数年にもわたる長丁場だったため、日本人奴隷たちは過酷な航海を強いられることに。航海中、男は労働者や傭兵として働かされ、一方で女性は性奴隷の役割を負わされていました。女性たちが相手にしたのは船の船員だけではありません。他の奴隷、はたまた本来性行為が禁止されているローマカトリックの宣教師の相手までさせられたのです。目的地に着いた後の奴隷の生活も悲惨で、彼らが殺されたり虐待されたりしても犯人が刑事罰を受けることはありませんでした。日本人奴隷は人気だったようで、特に肌が白く働き者の日本人女性はヨーロッパで買い値の100倍で売れたなんて話もあるほどです。こんな美味しい話を見逃すはずもなく、奴隷貿易は九州を中心に活発に行われ、海外に売り飛ばされた日本人奴隷の数は計5万人以上とも言われています。この時代、天正剣豪少年施設と呼ばれる4人の少年によって構成された施設団が、日本からローマカトリックの総本山であるローマに派遣されましたが、彼らも道中で日本人奴隷を目撃したとされています。そんな状況に転機が訪れたのが1586年、天下統一を進めていた豊臣秀吉による九州平定です。当時秀吉は南蛮貿易を行うためにイエズス会の宣教師にキリスト教の布教を認めていました。しかし、九州に上陸した秀吉は九州に多く存在していたキリシタン大名の実態を知ります。彼らはなんとキリスト教徒ではない人たちの迫害を行っていたのです。さらに秀吉はキリシタン大名が中心となって奴隷貿易を行っていたことも知ります。ここで秀吉はある疑いを持つようになります。奴隷貿易の背景にはイエズス会がいて、彼らの日本征服計画の一環ではないのかということです。そこで秀吉は当時の日本におけるイエズス会の最高責任者ガスパール・コエリョを呼び出し、奴隷貿易について問い詰めます。これに対しコエリョは、日本人が売るから悪い、イエズス会は無関係であると答えます。この回答は秀吉からしたら言い逃れにしか聞こえません。イエズス会が奴隷貿易に一枚噛んでいると判断した秀吉は、すぐさま奴隷貿易の禁止と宣教師を追放するバテレン追放令を出します。さらに秀吉の死後権力を握った江戸幕府も秀吉の方針を引き継ぎ、キリスト教の禁教と外国との貿易を禁止する鎖国を実施。これにより日本人奴隷貿易は収束に向かいました。日本で奴隷貿易が行われていたのと同じ時期、奴隷貿易の代名詞であるアメリカ大陸への黒人奴隷貿易も始まるようになります。アメリカ大陸における黒人奴隷の起源はクリストファー・コロンブスによる新大陸発見です。
新大陸で植民地経営を行うようになったヨーロッパ人たちは、当時貴重品だった砂糖を大量生産し、お金儲けをしようと考えます。いわゆるプランテーション農業と呼ばれるものです。しかし、砂糖の栽培には多くの人員が必要で、利益を上げるため、ヨーロッパ人たちには安価な労働力が必要でした。そこで最初、ヨーロッパ人は現地の先住民を働かせます。しかし、ヨーロッパ人たちの酷使に加え、彼らが持ち込んだ伝染病などによって人口が急減。新しい労働力が求められるようになります。そこで目をつけられたのが、アフリカの黒人たちでした。目をつけられた理由は主に3つ。1つ目は、この頃すでに黒人奴隷というものが存在していたこと。実は7世紀頃から西アフリカの黒人たちは奴隷として北アフリカのアラブ人たちに供給されていました。2つ目は、黒人たちが暑さや伝染病に強いと思われていたこと。そして3つ目は、先住民の国史を問題視していたキリスト教の宣教師がアフリカの黒人を奴隷として導入することを提言したこと。こうして大西洋を挟んだ黒人奴隷貿易が始まるわけですが、一番最初に始めたのは日本でも奴隷貿易を行っていたポルトガルでした。ポルトガルは15世紀、航海技術の発達が世界に先駆けて進んでいて、アフリカ、アジア、南米へ進出。アフリカの黄金海岸では金が採れたため、はじめポルトガル人はその採掘に従事させるために黒人たちを奴隷として働かせていました。採掘した金は貿易品として輸出されましたが、やがて先ほどのような背景から奴隷自体を輸出する商品として扱うようになります。やがて植民地の拡大に伴い、ポルトガルだけでなく、オランダ、フランス、デンマークなど、他のヨーロッパ諸国も奴隷貿易に参画するようになります。しかし、奴隷貿易に一番積極的だったのは、イギリスでした。イギリスの奴隷貿易は、国家のバックアップで行われ、エリザベス1世の時代に始まります。彼女は奴隷貿易が金になると考えると、商人たちに特許状を付与。一部の地域では奴隷貿易を独占します。これにより奴隷商人は莫大な富を築き、中には家の紋章に縄で縛り上げられた黒人奴隷を採用した者もいました。また、17世紀後半の王様であるジェームズ2世は、王立アフリカ会社という奴隷業者の代表を務めていました。この会社は、奴隷貿易期間中に最も多くの黒人をアフリカから輸出した会社です。ひどいことに、この会社は自分たちの奴隷だと判別できるよう、ジェームズ2世の称号、デューク・オブ・ヨークを略した DOY という文字を黒人の胸に焼き付けたと言われています。イギリスの奴隷貿易への積極性は、1792年に、204隻の奴隷船がアフリカ大陸からアメリカ大陸に奴隷を運んだという記録からも伺えるでしょう。これは週4ペースで奴隷船が出ていたという計算です。最終的にイギリスとポルトガルが大西洋奴隷貿易でアメリカ大陸に運ばれた奴隷の 70% を運んだとされます。ここからは黒人奴隷貿易の仕組みについて解説しましょう。歴史の教科書では、ヨーロッパ、アフリカ、アメリカをまたいだ三角貿易の一環として黒人奴隷貿易が行われていたと書かれています。この文面から、ヨーロッパ人がアフリカで黒人を捕まえたと考える人もいるでしょうが、実際はそうではありません。アフリカの黒人自身が奴隷狩りをしていたというのが実態です。実はこの頃アフリカでは、部族間の対立が激しく、それに目をつけたヨーロッパ人たちが彼らに武器を売りつけ、互いに奴隷狩りをさせていたのです。そのため、三角貿易の流れは次の通りになります。
まずヨーロッパからアフリカに武器が輸出される。売られた武器を使ってアフリカの黒人同士が戦い、敗れた側は捕虜にされ、ヨーロッパ人の奴隷商人に売られる。ヨーロッパ人たちに買われた黒人奴隷は、そこから船に乗って大西洋を渡り、アメリカ大陸に連れてこられ、そこでプランテーション農園の経営者など、奴隷を求める者に買われる。そして奴隷たちが過酷な労働の中栽培した砂糖や綿花、タバコ、コーヒーといった作物をアメリカ大陸からヨーロッパに輸出し、ヨーロッパでそれらのものが消費されるというものでした。こうして16世紀から19世紀にかけて、最大1250万人もの黒人がアフリカから船に乗せられたと見られています。その中で実際にアメリカ大陸に渡ったのは、最大1050万人。つまり、約200万人は途中で死亡したということです。その道中が過酷だったことは、想像するに難くないでしょう。ここからはそんな奴隷として運ばれた黒人の実態について見ていきましょう。まず奴隷狩りにあった黒人は、手足や首をつながれ、何週間にもわたって休みなしで港まで歩かされます。当然ここで亡くなった人たちもいました。港まで到着した黒人は、奴隷用の収容施設に入れられ、ヨーロッパ人と取引が行われます。取引が成立すると、黒人たちは男女に分けられて船に乗せられます。ここから、地獄の航海の始まりです。黒人奴隷たちは船に乗せられると、互いに鎖や枷につながれて、船底に密集した状態で押し込まれます。彼らは身動きが取れないため、排泄物などを垂れ流しにせざるを得ず、船内は非常に不衛生でした。当然船内では疫病が蔓延。10から 20% の黒人が航海中に亡くなったと言われています。仮に病気にかからなかったとしても、男は氾濫する体力を持たせないために戦場で延々と踊らされ、女はヨーロッパ人から性暴力を受けるなど、悲惨な目に遭いました。中には反乱を起こした人もいましたが、彼らはここでは言葉にできないような凄惨な方法で罰を受けました。そんな過酷な奴隷制と奴隷貿易ですが、18世紀後半以降廃止への動きが強まります。主な背景は2つ。1つがフランス革命などによって、人権の概念が生まれたこと。もう一つは、イギリスを中心に産業革命が進展したこと。特にこの産業革命によって、安価な原料を輸入し、工業製品を輸出する方が、奴隷貿易よりも利益が上回るようになりました。つまり、奴隷貿易の旨味がなくなったというわけです。ただ、奴隷貿易によって生まれた利益が産業を起こす資本となり、産業革命に貢献したという点は見逃せないでしょう。また、奴隷狩りがなくなったからといって、アフリカの黒人たちが幸せになったかというとそうではなく、今度はヨーロッパ各国がアフリカ大陸を原材料の供給地と製品の市場として植民地支配するようになりました。さて、話を奴隷制と奴隷貿易の廃止に戻すと、まずイギリスでこの流れが起こります。1770年代から、イギリス国内では反奴隷制運動が始まり、1807年に奴隷貿易禁止法が成立。依然としてジャマイカなどの植民地では黒人奴隷が存在していましたが、やがて奴隷制そのものも問題視されるようになり、1833年についに奴隷制自体が廃止されます。ここからヨーロッパ各国でもイギリスの後を追うように奴隷制が廃止されます。アメリカでは奴隷制をめぐり、国を二分する南北戦争にまで発展しましたが、1863年に奴隷解放宣言を発表。戦争も奴隷制廃止を掲げた北部が勝利し、正式に廃止されました。結局、
1888年にブラジルが奴隷制を廃止したことで、正式に世界中から奴隷制がなくなりました。こうして奴隷制はなくなったものの、この世界にはまだ奴隷制が残したものがあります。例えばアメリカでは、奴隷から解放されたにもかかわらず、黒人たちは様々な形で差別されました。彼らの社会的立場が向上し、黒人大統領も生まれた現代においても、黒人差別は今もなお残っており、大きな社会問題となっています。このように世界史に大きな影響を残した奴隷制について、皆さんはどう思いますか？ぜひコメント欄でご意見をお聞かせください。